はい、こんばんは、山城と申します。まあ、いつもとだいぶ違うテンションでね、話してるわけでございますけど、今回からね、新シリーズ、まあ、今まで普段やってるね、メインチャンネルやってる、スターステールのね、メインのやつとか、ともう完全にダブプユンというのね、ところから分けたシリーズというので、両太山田のつまらない話っていうね、シリーズをやっていこうと思います。これね、何をするのかというと、もうタイトルの通りですね。まあね、どこかでね、すごく面白いね、大人気番組のね、なんか滑らない的なね、なんかね、スリップしない的なね、やつがね、あったと思うんですけどね。こっちはですね、スリップしまくるというわけでございます。何せつまらないんですね。そう、滑らないんじゃないです。つまらない話をしていこうという企画でございます。どういうことかというとですね、目的としては、安眠向けといったところかなというところですね。よくあるじゃないですか。寝たい時にね、寝れない時っていうのがあってね、そういう時に何がいいのかっていうとですよ、思い出すわけですよ。逆に寝てはいけない時にて眠くなる時、一番眠くなる時って何か、それはですね、まあ、例えば学校だったら校長先生のね、つまらない話を聞かされたりだとかね、なんか会社の会議でね、お依頼さんのね、つまらない話、つまらない、じゃね、ありがたい話なんですかね。ありがたいんですけどね、ちょっとね、なかなか、みんなね、身分のね、我々にはね、なかなか理解がしがたいね、ありがたいお話をいただく場合とかあるじゃないですか。ね、まあ、ぶっちゃけ眠いじゃないですか、そういう時って。じゃあ、そういう、もう本当につまらないなーっていう話を、延々としていればですよ。それは逆に安眠用として需要があるんじゃないかという、企画でございますね。ですので、この、企画ではですね、本当につまらない話を、しかも安眠用なんで、普段とちょっと撮影の方法を変えてるんですよ、これ。まあね、ぶつけ、長時間のね、相当、夜中にね、長尺で撮るっていうのでね、大きな声を張れない、というか、張らないというわけでございます。多分、今、波形を見ていてもね、今の張らないのところが、一番張ってるんじゃないかなっていうぐらいですね。普段だったらね、もう、1.5 倍から、3倍くらいのね、声の声量で、うん。腹からね、声出す感じでやるんですけど、本当にね、珍しく、あえて、喉で喋ってますね。普段から私、どっちかちょっと腹から声をね、出してやってるんで、どっちかちょっとうるさいイメージが強いと思うんですよ。あれ結構ね、地声で、地声もともと腹から出すタイプの人なんで、とにかく声がでかいと。いうのはね、もう昔から接客業やってた時でもね、だってスーパーマーケット一番端からね、声出ししてね、一番端までね、営業中でもね、余裕で届くっていうね、すごい声の声量はね、相当ある方なんで、それを生かしてね、結構動画のトークとかでもね、声張ってね、喋ってやってるんで、だからカメラのね、後ろ側からね、ノーマルのね、別に指向性つけたマイクで喋ってなくてもね、それで音を拾ってくれるんでね、それを、活かしてね、撮ったりとか、撮影にかかったりはしてたりするんですけど、あまりね、それが、じゃあ、いい動画になってるのかって言ったら、またそれは別の話なんですけどね。で、まあ、今回のやつでは、まあ、一つね、トークテーマを決めて、それについてね、延々とグラグラと話そうじゃないかというわけでございます。一応予定では1時間ぐらいをね、予定してるんですけどね、まあ、私のことなんでね、今上がってる4つ目の方かな、だとね、だいぶ長尺の動画が上がってると思います。スーパー三市の、発売されるクリスマスケーキとおせちだけで合計3時間半だったか4時間近く喋ってますからね。しかもそれほぼノーカットでそのまま出すというね、狂気の沙汰みたいなね、動画を出してたりしますけどね。ここではね、基本はそんな感じで1時間以上はね、要は、ね、聞いててね、わ、つまらねえわ、こいつの話ってなってね、ついついうとうとうと、そのままね、寝落ちしてね、フェードアウトできるようにね。ですから画面もね、多分多少グラデーションはかかっているのかな。今ね、制作中のところなんですよ。まだ制作途中なんで、画面が完全に出来上がってないんですけど、これね、ちょっと難しいところで、
ニコ動だったらもう真っ黒の画面にしておけばいいんですよ。なんですけどね、YouTube の方がね、それだとちょっと規約に引っかかる。いわゆる音声データだけだとダメなんですよね、YouTube って。昔は MP3 でアップロードできたのかな？できなかったと思うんですけどね。で、ですので、YouTube で入れるには、動画にしないと静止画でもね、弾かれるらしい。NG 食らうこと、ケースがあるらしいんで、動画にしないといけないんで、最低限のね、暗い中でね、動きをつけたね、アーミーに使えそうね、そのままね、画面見ながらでもね、そのまま寝落ちができそうなね、感じのやつにはしてると思います。黒基調でね、いうような感じにしていく予定ではあるんですけどね、ちょっと私ももう、電気を消してね、充電コードだけさしとかんとね、あれなんですけど、ただね、今日はね、どんなに喋っても、8時間かな？ 8 時間30分まではいけるかなというところなんで、喋れてもそこまでですんでね、上限8時間と思っていただければ大丈夫だと思います。というか、いいか、動画ですからね、ライブ放送じゃないんで、これの動画を見てるときはね、何時間の動画になってるか、視聴者さんはね、もう皆さん知ってるんですよね。私は今から喋るんで分かりませんけどね。ということでね、お題を一つをですね、もう一つの話題を掘り下げてやっていくという感じでね、やっていくっていう趣旨ではあるんですけど、多分どうせ私のことなんで話どちらかると思いますんでね、そのあたりはね、ご容赦いただければと思います。で、話的な内容はですね、今日のお題、というかもうお題は出てるんですよね、皆さんにはね、出てますよね。今日話していくお題は、そう、この永遠のテーマですね。トイレットペーパー、シングル、ダブル論争ということでございます。皆さん、トイレットペーパー、ね、まあ、当然、生きていたらね、生きていたらとか、日本の場合はといった方がいいのかな、海外だとちり紙だったりするケースとかもあったりするんでね、あれなんですけど、まあまあまあ、日本なり、先進国なら基本的には、水洗トイレのあるところでしたらね、トイレットペーパーを使用するという形になるということで、まあ日本だともう9割クブクリンは言い過ぎかもしれませんけど、トイレットペーパーはね、使われたことがあると思うんです。まあ、たまにね、すごい自然派の方でね、トイレットペーパーみたいな加工物はね、ダメだよっていうので、もっと一昔前のちり紙、今でもね、販売してるんですよね、ちり紙って。ちり紙を使ってたりだとか、もしくはね、もっと、オーガニックにね、その体に優しい、ですが、紙じゃなくてね、もっと葉っぱのようなやつを使うようなやつとか、ね、人とかね、なんかいるらしいんですけど、っていうのがあったりはしますけど、基本的にはね、トイレでね、お尻を拭くときといえば、トイレットペーパーなわけでございますよ。でね、これはもう永遠のね、テーマと言っていいでしょう。トイレットペーパーにはですね、シングルタイプとダブルタイプというものがあるわけでございます。まあ、もしかしたら毎日ね、シングルタイプとダブルタイプがね、知らない方がいるかもしれないので、いないと思うけどね、一応説明しておこう。そういうね、どうでもいい説明とかもね、今回はね、つまらない話ですからね、していくというのでね、尺を取る、とにかくね、長く喋るというのがね、今回のコンセプトですんでね、すいません、ちょっと寝る位置を調整してますけどね、よっこいしょ。私ももう、なんならね、このまんま寝落ちしてね、最悪ね、次の日にももう一回喋ってね、まあ別にこれ毎日投稿していこうというわけではないので、まあ、おちおちとね、やっていけたらなと思ってるんですけどね。で、シングルダブル構造ね、トイレットペーパーの。いわゆるトイレットペーパーっていうのは、こう、ロール状になっているわけでございますけど、そのロール状の やつがですね、一度ね、ひとまぎ、取る、ごとにですね、2層になって出てくる、いわゆるティッシュペーパーと同じような感覚ですね。2つの紙がおろし重なっている状態で、その一組として、そのロールに巻かれていてですね、
その、ですから、出てくるやつがダブルというわけでございます。まあ、で、それがね、そのダブルになってない、その要はティッシュペーパーで言うなら、片側だけになっている状態のやつですね。くっついているのが、片側をペリペリペリって剥がした状態になっておって、それをね、使うというのが、シングルというやつになってくるわけでございます。まさかのあくびのところで、規定音量のところを超えてった。今ね、波形、これ MP3 でね、撮ってるんですけど、MP3 じゃない、これウェーブ変換でやってんだ。ウェーブだから容量はちょっとでかいと思いますけどね、まあまあ言っても動画とは比べるならぐらいちっちゃいんでね、問題ないと思いますけどね。うん、で、波形見ながらやってるんですけど、今、あくびしたところで、初めてその、大きな声にならないようにね、一応、でかい波形になったら、その、赤くね、出るようになってるんですけどね、初めて出ましたね。あくびが一番でかいじゃないか、その音の密度が、まあでもそうなるのか。あくびというのはですね、どうしても腹の近いところから出ますし、低音でね、しかも息をね、やはり吐くという行為をしながらの音になるんで、必然的にですね、その大量にね、安定して供給がね、されるわけですね。音の排出、声帯から出てくる音のメロディーというわけでございます。つまりその音というものをですね、こう見てた時にですね、何が起こるのかというとですね、トイレットペーパーなわけでございますよ。なんだそれは。どういうことを言いたいんだ。つまりシングルかダブルかっていうので、これは分かれるところなんですよ。人の意見としてね。うん。で、今ティッシュペーパーに例えましたけど、意外と海外だとティッシュペーパー使わないらしいですね。いきなりちょっとなんかディープな話題で申し訳ないんですけど、例えば、その、ね、日本で、まあ男性でも女性でも夜にね、ちょっと営みをしましたよとかっていう場合って、ティッシュペーパー使うじゃないですか。ね、その、まあね、いわゆるペアでね、ペアスタイルかシングルスタイルかにもよるかなっていうところはあったりするかもしれませんけど、とはいえ、その、基本的にはティッシュペーパーじゃないですか。まあまあまあ、あれ、ね、リード、クッキングペーパーをね、使うよってかっていうね、クッキングペーパー、クッキングシート。はい。どっちかどっちやか。これ分からなくなりますよね。クッキングペーパー、クッキングペーパーと、キッチンペーパーと、クッキングシート。クッキングシート、あれ、クッキングシートが、オーブンとか、クッキーを焼くとき、オーブンの、下に敷くやつ。はクッキングシートでしたっけ。ですからクッキングペーパーで合ってるんですよね。で、キッチンペーパーはもっと何リードみたいなんじゃなくて、もっとカミカミしてるね、トイレットペーパーをすごい分厚くしたような感じのやつですよね。で、合ってるよね。で、いくとね、クッキングペーパーっていうのをね、使うとですね、実は吸水性もあるしね、いいよっていうようなところとかがあったりするんですけど、そんなのとかはね、置いといたとしても、まあ、主流はティッシュペーパーですよね。でもこれがね、面白いことにね、アメリカとか海外、特にアメリカなんかだと、トイレットペーパーを使うらしいんですよ。え？って思ったんですけどね。確かにね、海外でそういうジャンキーな、ちょっとイラストでね、そういうのをこう表現するようなやつとかってあったりするじゃないですか。ね、ちょっとポルノのね、感じるやつをね、こう、イラストでシュッてね、比喩表現とかで使ったりしてるときにね、確かにね、トイレットペーパーを比喩で出してくるんですよね。うん。なんか、そういうのあるんで、なんでトイレットペーパーなんやろなと思ってたら、どうも向こうの人は、もう二人で吸うときもなのかな、うん、シングルのときは、もう本当にトイレットペーパーで、いわゆる後処理を行うらしいですよ。へえ、
ですからね、ティッシュペーパーをね、そんなに使わないというか、家庭でティッシュペーパーが置いてあるっていうのが非常に珍しいパターンらしいです。日本の場合はティッシュペーパーとトイレットペーパーを分けて使いますけど、なんかアメリカとかだと、もうトイレットペーパーを大量に買っておいて、それを、まあ、鼻かむときにも使うし、まあ、お尻拭くときにも使うしっていう感じで。で、ですので、もうトイレットペーパーで一本化しちゃうっていうようなところがあるらしいです。実際確かに海外でコロナの、ね、始まった頃とかにも、なんかトイレットペーパーがね、不足するかもしれないって言って、買いだめに世界、ね、走ってって言って、話題になったりしたのが、全部トイレットペーパーだったりするのは、実は海外ではそのティッシュペーパー自体がそもそもシェアがそうじゃないよっていうことらしいです。ね、トイレットペーパーで後処理しようと思うと、なかなか大変じゃないかなと思うんですけど、まあ、どうなんでしょうね。単純にグラム単価とかで考えると、メートル単価だと、それは、トイレットペーパーの方が安くなるはずなんですよ。なるはずなんですけど、とはいえ、容器使わないと、ね、いけませんからね。そうすると、ちょっと問題あるんじゃないのって思うんですけど、そうでもないみたいなんですよね。ってね、不思議だなって、思いながらね、そんなことを聞いてましたけど。でも、あれなんですよね。海外だとどうなんだろうな。シングルとダブルってね、どういう感じなのかなと思うんですけど、すごいですよね。ここまで来てね、結論というか、私はこう思うというね、前提のところで、ね、スタートラインに立ててないんですよね。で、このシングルかダブルかっていうのはね、人によって結構分かれるじゃないですか。で、多分世の中的にはダブルを支持する人が多いのかなっていうのは、売り場で見かけるのってほぼほぼダブルですよね。そうなんですよ。つまり私はどういうことかというとですね、シングル派なんですね。私はダブルはね、今置いてあるのってダブルだったっけな。特売、たまにね、シングルがね、もう、あんまり置いてないところがあったりとか、特売でね、めちゃくちゃ安かったり、ダブルが安かったりすることがね、あると、ポイってね、入れてしまったり、しまったっていうのもおかしい話なんですよね。しまったという言葉はね、まあ、島倉千代子って言いたくなってるところではあるんですけど、島倉千代子を、そもそも、私ですら現役時代はほぼほぼ知りませんからね。今の若い子なんて、多分、吉本のギャグで使われる女性の名前みたいな感じぐらいなんでしょうね。でも今はもうまあ、大阪だったらわかるのかな、しまった、島倉千代子。うちら世代とかね、うちらちょっと下の世代まででしたらね、もうバリバリ新喜劇でね、よく使われてたんでね、懐かしいところだったりするんですけど。ジョージさんか、島崎ジョージさんかね、大体よく言ってましたよね。なんてね、いうこともあったわけですけど、そんなしまったようなことがね、起こるわけでございます。直してしまったという言葉になるのか、これはですね、不思議ですよね。しまったって、ね、解説するの難しいですよね。だって普通に多分翻訳しようとしたら収納したっていうことになるわけですよね。しまったなんですから、もしくはクローズとしまったなんですけどね。でもしまったっていう言葉はね、何か間違いを犯したという時のあれなんで、しまうというのが漢字で書いたときにどうなるのか。それはですね、しまったのしまうは、果たしてどちらなのか。いわゆる、クローズ、開ける、閉じるのしまったなのか。それともですね、
しまいにはとかっていうのでよく使われるね、仕事の日に舞い、ご飯の舞いっていう字ですね。で、しまいのしまったなのか。これは大きく多分2つの語源があるということなんじゃないでしょうか。きっとこれはね、諸説があるんですよ。つまりどういうことかというと、しまったという説を捉える人がいたとした場合ですよ。しまった、どうしてしまったは、そのクローズドの方だと言い切れるかと言ったら、どういう主張をするのかといったらですね、つまり、閉まる、で、要は営業時間に間に合わなかったよ、閉まったっていうね、門が閉まってしまって、もう中に入れなくなってしまった、もしくは出れなくなってしまった、つまり開いていないという状態ということなので、閉まったという状態を、ですから閉まっていく様を見て、閉まったといったところから、閉まったというのが今この、攻撃的に使われる閉まった、閉まった島倉千代子にたどり着いたという説と、もう一つはしまいという字からですね、来るということは、これ古く仕事の死というのは使えるという意味を持つというわけでございます。つまり仕事というのはことに使える、つまり社会に使える、ミッションに使えるというようなことあいで、仕事という言葉が生まれるわけでございますね。ことをなすというわけでございます。その死という字を舞うという字にする、つまり使い舞う、使い舞う、ということで、つまりどういうことになるのかな。しまうというのはいわゆる、自分で締めるというよりは、何か預かったものとかを、そのいわゆる、ことを、段取り通りにするという、つまり舞うというのはですね、これは、段取り通りを行うというで、古くはそういったような感じの意味合いがある。つまり段取り通りに行うということをリズムに乗せて行う、それが舞いというものであるというのが、これが平安時代くらいで、ね、きっと作られたということになってくるわけでございますよ。いいですか、真顔で聞かないでくださいね。今適当に言ってますからね、私。ごけも何も知ったもんじゃないんですよ。いいんですよ。適当に言っときゃいいんです。はい。で、何だったっけ。つまり、その、舞うというのは、ことの通りのこと、で、いうことで、その、本来はこれは、こと通りにできたというのを、言う。しまったという、しまう、しまったということなんですが、どうしてこれがまずいという時になったのかというと、本当まずい状況なんですけど、これをですね、要は、舞を行う、つまり正しく行うことを報告しなければならない相手、いわゆるお使いしている相手様ですよね。まあ、上司だったり会社様だったりに対して、それを言うのはまずいというね、隠蔽体質をね、この日本の隠蔽体質というものがですね、この閉まったという言葉に、ね、現れてくるわけです。つまり閉まったという言葉を言うということは、大丈夫ですよ、できましたよというふうに思わず見せかけようとしてしまうという、この日本人の国民性が大きく現れて、本当は実際にはできてないんですけど、そういった場合に、いや、実際にはできてるんですよというふうに見せかけようとするたびに、思わず突然出てしまうことが閉まったという言葉だったということでございますね。そこからですね、まあ、ちょっとまずいことになったときに、表す言葉として今では定着をしているけど、これにはそういった国民性の表れというものがある。つまりだから、これを英語とかに直そうと思うと非常に難しい話になってくるわけでございます。そういった、まあ、いわゆる物事をきれいに収めようとする文化として見るべきなのか、これは、いや、隠蔽体質である日本のね、そういった悪癖のでね、ですから、これはね、世界にね、羽ばたくグローバリズムにおいてね、絶対に是正しなければならない言葉なのか、となったとき、閉まったという言葉は、もしかしたらこれはですね、差別用語になってしまうかもしれない。恥ずべき言葉なのかもしれない。つまり、閉まったというね、言葉を口に出そうとしてしまう時点で、
それは隠蔽体質である悪い人間なんだということが言えるのかもしれないといったね、跳躍的なね、言論空間がね、生まれることもあるわけでございますよ。こんな喋り方をしているわけでございますからね。でもね、実際にそれと似たようなロジックで、ね、飛躍してっていうのが、これですよ、私みたいでね、そこら辺にいる変なおっさんですよ。ダメなね、底辺 YouTuber ですよ。大体こんな動画、これが果たして何時間になってるのか分かりませんけど、1時間を超えるでしょ。今はまだ1時間も喋ってないの。どれくらい喋ってるんだろうね。まだ見てないんだ。今25分でしょ。というか、拾ってた音。まあいいや。そんなグラグラな感じのやつも、そのままお届けできればと思ってますからね。つまり、どういうことなのかというと、私はシングルのトイレットペーパーが大好きだということでございます。なんしてシングルになるかというとですね、もうしまったくらい、落ちは考えれなかったですよ。今必死に考えてみたけどダメだったんで、もうシングルペーパーの話に戻しますけどね。つまりシングルペーパーの方のがいいというのはですね、単純に倍の長さになるわけなんですよ。同じサイズのね、トイレットペーパーなら、大体ダブルだと、普通のやつで15メーターとかザラなんですよね。に対してシングルだったら30メーターのわけなんです。つまりそれだけ紙が、長いということは、それだけ長く使えるということなんでね、これは絶対シングルの方がいいだろうと思うんですけど、いやいやいや、ダブルだったらね、倍取らないといけない分、半分取るだけで済むんだから、効率的じゃないのというような意見をね、ダブル派の方はするわけでございます。ところがですよ、でも私は思うんですよね。じゃあダブルにしたからといって、シングルの半分しか本当にみんな使っていないのかと、いいな、そんなことはない。みんなダブルでもガラガラ使う人なんて、もうすごい、トイレットペーパーの周りとか、ガラ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 ってね、おいおい、どんだけ巻いてんねんっていうね、人とかいるじゃないですか。そういう人たちにしてみたら、シンプルとダブルって足して、相対巻き巻き量は変わらないじゃないですか。ガラ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 って回す量はね。で、じゃあ結局ここは変わらないのであれば、シングルの方のが結局半分の紙で実質済むんで、つまりエコでもあるし、経済的にでもあるというようなことが、シングルの派閥では言われるわけでございます。ところがダブル派が多いというところには、いろんな理由があるんじゃないかということが、ね、考察されるわけでございます。一つ、売り場を、ね、見てた時に、ね、多分ダブルを買う人は、そこまで気にすることがないと思うんですけど、よーく売り場を見てみてください。置いてあるアイテムの多分7対3から8対2ぐらいで、ダブルの方が多いんですよ。シングルって本当少ないんですよね。これはどうしてなのか。一つにはね、ニーズへの対応というのが考えられます。要は、ダブルの方が圧倒的に人気なので、シングルよりも売れるダブルをこうドカーンと置くっていう感じですね。つまり、ダブルがいいと。なんか、政治とかあると言えるでしょう。ただ、これは本当にそれが、民意によって行われていることなのかということでございますよ。もしかしたらこれはですよ、わざとダブルをね、多くするというこ陳列をね、多くすることによってですよ、皆さんの、ね、トイレットペーパーを使う量が必然的に多くなる。そうすれば、トイレットペーパーメーカーさん的には買ってもらう量が増えるわけなんですよね。っていうのは、これは難しいのか。人間って、トイレットペーパーを使う量って有限なんですよね。正確に言うと、いわゆるトイレットペーパーを使う機械というのが、まあ、人によって個人差はありますよね。3日間お通じがないわっていう人もいるかもしれませんけど、そうなると余計少ないですよね。で、多い人といっても、まあ、私の場合でも、ね、1日に、ブリブリと、ね、する時というのがですね、まあ、1日に5回ぐらいですよね、私の場合。うん、
5回か、まあ、調子がね、すさまじい時は、まあ、7回とか8回とかは、まあ、全然行く時は行きますけど、まあ、30分に1回くらいちょっと行ったりとかね、いう時もあるんで、まだそれくらいは全然、多いと10回行くのかな、っていう感じですけど、でも10回じゃないですか。これが20回とか30回になるということは、まあ、さすがに、まあ、ね、そうそうある話じゃないし、基本的にまあ30回は無理でしょう。だってもう寝れないですよ。15分に1回とかトイレ行かないときな計算ぐらいのやつですもんね。それはさすがにね、ないわけじゃないですか。そうすると、トイレットメーカーとしてはね、使われる量の消費量というのが上限が来るということになってしまうわけでございます。じゃあ、そこでね、どうやってね、その消費を、ね、促すかといったら、一番いいのはね、セブンイレブンのストレス値上げじゃないですけどね、ダブルをね、増やしてね、ダブルの購入機会を増やしてね、ダブルをみんなが買ってくれたらね、倍、減る、ね。実際には多分単純に倍にはならないと思うんですけど、ちょっとね、ダブルの分少なく使うっていう人もいるでしょうから、そうすると1.5倍とかだったんです。で、だとしたらね、その1.5倍を増やすということのために、ダブルをメインでラインナップとしておくという行動が行われているということが考えられるわけなんですね。これはつまりどういうことかというと、ペーパーレス化をね、促すと言っておきながらね、ペーパーレス化に逆行するようなね、紙をいっぱい使うような施策なのに、そんなの許せるわけないじゃないかってね、思うかもしれませんけど。いやいやいや、そんなね、単純な話でもないわけでございますよね。つまり、そっちの方がね、科学的に、で、そんな単純にね、それだけだっていうような感じではそういうのができませんが、大義名分が立てられるわけでございます。その大義名分をどうやって録画するかというのは非常に大事になってくる。ですからね、大義名分というものは、そういったね、感じでやる場合にはですね、ギリギリまで言わないし、言ったところでね、ちゃんと返せるようなね、対策をしておかないと、厳しくなってしまいますからね。つまり、私はシングルペーパーが好きなんです。だからシングルの方がいいと思うんですけど、なかなか売っていないと、いうところで、さあどうしたものかなというところなんですけど、どうしたものかもへったくりもないんですけどね。つまり私はシングルのトイレットペーパーが好きだという話なんですよね。話し疲れて眠くなってきたけど、どうしようかな。明日、神経系がありますからね。本当ならこの時間ちょっと起きてないといけないんですけどね、明日から、次がね、夜勤なんでね、とはいえね、さすがに朝から動きっぱなし、編集しっぱなしだったんでね、疲れが来ましたね。まあ、このままグラグラと喋りながら、口に任せて、口と睡魔に任せてね、この先は行こうと思いますけどね。誰か一回切るかな。論争になった？論争になってるかって言ったら怪しいよね。ダブルの方の意見が陰謀論で終わってしまっていますからね。しかし、でも考えられることではあるんですよね。ですから、お店とかに置いてあるやつって圧倒的にシングルが多いじゃないですか。あれはつまり、ダブルで置いておいたらね、それだけ容器使われてしまうんでね、結果的にそういったコストカットっていうところとかがね、スーパーとかコンビニとかシビアになってますから。それから、してね、シングル。大体そういったね、お店とかに行った時にはシングルが多いじゃないですか。っていうのはそういうことの表れであって、やはり優秀なのは、シングルなんだということでございますね。ですから私は一人暮らしをしているわけでございます。絶対関係ないでしょうけどね。ダブルでね、
暮らしてくれる相手がいるわけじゃないですからね。それはシングル以外の選択肢がないというところなんですけどね。うん。これもね、難しいところでございますよ。こっちのシングル問題はシングル問題でね。まあ、何してね。まあ、周りでもね、なぜかね、うちとの年、同い年が異様に結婚してなくて、上も下もね、みんなだいぶ結婚してってるんですけどね。この世代は全くなんですよね。もちろん結婚してる方もいらっしゃいますし、まあ、とかうちの、ね、視聴者さんでもね、全然既婚者の方いっぱいいますからね、全然おかしな話ではないところなんでしょうけど、ただね、その難しいのはね、そうやってね、ダブルのね、暮らしをね、ファミリーのね、暮らしを手に入れてる人からしてみたらね、いやいやいや、ちゃんと婚活パーティーとか行ってたらどうのこうのとかね、いやさすがに、そんな本気出せば、その結婚はできるでしょう、みたいなね、感じで言われること多いんですけどね、いやもう本気ですよ、本気で無理なんですよ、というところなんですよね。まあ、うちの場合だって、別にね、収入が高いわけでもなし、で顔面がね、かっこいいわけでもなし、ただの気持ち悪いおっさんで収入低くて、で、貯金はなくて借金はあると。え、誰が、で、それで安定した職業なのかって言われたらね、まあ、非正規雇用ですしね、傍らでやってるのはね、不安定の代表格の YouTuber というわけですからね、誰が、これでね、さあ、結婚しようとなるのかって言ったら、まあ、ならないですよね。というか、うちもね、花から、YouTube とかで、ね、こういう創作活動をね、本格的にやってる中でね、これはもう、家庭を持ってとかは無理だなっていうふうに思うんで、結構22、3のぐらいの時には、まあ、これはもう家庭を持ったりとか無理だわと、結構早々に、一の目におろず頃ぐらいには、もう完全に、ああ、まあ無理だろうねっていうふうに諦めてましたからね。まあですから、早い段階でそういう話は言ってるのは言ってると思いますよ。周りでね、昔からやってるんだったら、本当に結婚願望ね、全くないんじゃないかっていうところなんですけど、まあ実際結婚願望がないのはないんですよね。実際、子供が欲しいかどうかって言われたら、そりゃ全くもっと欲しくないですからね。よく意外って言われますけど、子供大嫌いなんです。子供苦手なんですよ。いやっていうか子供は嫌いかな。苦手というよりはね、犬かな。大型犬とかの方は、嫌いというより苦手、なんですけど、子供特にね、ねすくすくとね、育ったといえばね育ったなんだけど、わがまま放題人の言うこと全く聞かねえみたいなね。ゴミガキと、言ってしまいましたけどね、いるじゃないですか、世の中にね、たくさん、ゴミのような親とね、その子供と、いうのでね、結構飲食店とかでギャーギャーね、吠え出してる子がいるとね、本気で睨む人ですんでね、つい3日前か、2日、あ、2日前か、にもありましたけどね、ちょっと久しぶりにちょっと、もう、飯作ると余裕がなかったんで、パッと出先で食べに入ったらね、まあ、ギャーギャーギャーってね、わーわー言ってるね、元気なね、奥さんにいらっしゃってね、私ね、思わず席からね、あんまり、まあね、結構ずっとね、2、3分ぐらいで、ギャー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 ってなっておったんで、思わずね、ガキ様のね、顔に睨みつけてしまいましたけどね、こっちとはゆっくり静かに食ってんじゃんと、ね、いうところがあるんで、でもね、これをね、口に出して言うと、子供のね、すくすくと育つ子供のね、そういった、あれをね、移植する、何、老害だとかね、いろいろとね、言われるじゃないですか。なんでね、表立ってね、あんまりは言えませんけどね、子供が嫌いなんで、ね、まあ、
ですからね、あまり私の場合にはね、子供は連れてこないようにしといてくださいと。近しいところにはね、公言して言ってますからね、もう本当子供に勝手だから子供連れてくるんじゃねえぞと、で、子供には絶対泣かれますしね、気持ち悪いね、ゴミを見るような目でね、いつも見られるんでね、別にそれはいいんですけど、ド M なんで、ね、いいんですけどね。ただね、子供にね、そういうのをね、やられるとね、なんかショックを受けるというよりは、単純にね、ムカつくんですよね。大体そういうやつに限ってね、ろくでもなさそうな感じのやつが多いですしね。なんかだんだんひどい話になってるな。なんで、シングルベッド、シャランキューですよね。シングルベッド、シャランキューありましたね。シャランキュー、現役でやってたのかな、小学生くらいの時か。高校ぐらいで、中学、高校くらいでモー娘。いや、もうちょっと前からモー娘はいるか、モー娘はいるか、なんですけどね。まあ、だいぶね、すごいですよね。本当ならね、酒飲んで寝つくところなんですけど、明日健康診断なんでね、8時間こういう内容って言ってたのは健康診断の兼ね合いがあります。健康診断があるんでね、飲めないというね。それはそれでしんどいですけどね。まあ、そんなところですよね。一旦今日はこれくらいで切って、よりちょっとシングルとダブル、ありがたいについて語ることが思いついたところから、明日あたりでもちょっと取って追加でやっていくような感じかな。42分ですもんね。案外喋れてないな。で、3時間くらいいけるかなと思ったけど、さあ40分くらい疲れてきたな。あんまりやっぱり横になりながら、もう寝る時間ですから、もう夜中の2時くらいなんでね。おお、ちょうど2時だ。そりゃね、寝起こもなるわ、ということなんでね。一回寝よう。相性に考えます。まあ、ここからね、そうとしてみてね、タイムバーがね、まだまだ長かったら、次の日以降も撮ったんやなと思ってもらったらいいんじゃないかなと思いますと。こんな感じでね、まあもうちょっと多分、明日以降に、話した分がくっついてると思いますんで、よろしくお願いします。ちょっともキャッチも生配じゃないか、そのままスルッと入るんでしょうけどね。43分。はい、っていうことでですね、続きになってるんですよね。おとつい撮ったのと一緒にしてると思います。何だったっけ？トイレットペーパーのシングルダブル構想っていう話をしてましたよね。ねえ。なんかそこのところで、うどうどと話しとったら私の方が眠くなっちゃって、先に寝落ちしちゃってましたけど。つまりね、なんか陰謀論的なところとかみたいな話をね、してやってましたよね。ダブルの方をね、打った方のが結局やはり使用する量が潜在的に増えるんで、それで製紙業界的にはね、儲かるんで、っていうような陰謀があるんじゃないかみたいなね、ところら辺で、ふわっとね、締めてたなぁと思うんですけどね。まあ一つそれでね、行くと、そのあたりで思い当たる節がね、あるのが、チェーン店とかね、大手のさ、ショッピングセンターとかの行くと、だいたいトイレットペーパーってシングルなんですよね。まあちょっと硬めのシングルのやつが置いてある。あれなんでちょっと硬めのやつかっていうと、巻きが、多いやつを使ってるんですよね。普通は、シングルで30メートル巻きが普通なのかな。
そうですよね。ダープルが15とかっていうような感じで。なんですけど、それだとね、大きいお店とか、私もね、その店舗で接客業をやってたんで、店舗のね、管理をしておって、当然トイレットペーパーの交換とかもやってたんですけどね、本当にね、ダブルでね、安いやつでね、一回、何だったっけな、トイレットペーパーがあれだ、東日本大震災やったじゃないですか。あの時にトイレットペーパーがすごく不足したんですよね。それで、トイレットペーパーの調達ができやんくて、ダブルのやつしか、もう要は、通常は業者さんにね、発注して、業者さんの発送、食材とかそういうの頼むのと一緒の、ところが持ってきてくれるんですね。備品も一緒に持ってきてくれるんですけど、そういった消耗品は。その消耗品のところでも発注ができません。いわゆる品切れっていうやつになってしまって、ちょっと業界用語なんですけどね。いわゆる品切れっていうのはね、注文した量よりも多く売れてしまって、すぐ足りなかったなっていうような状態が品切れなんですけど、品切れっていうのは注文しても、もう入ってきません。供給が追いついてなくて、入ってきませんという状態ですね。ですので、例えば、大ブームの時のタピオカとかもそうだったのかな。ですから、ブームとかでわーって人気になって、生産量よりもね、供給量の方が足りなくなってしまう場合、いわゆるバズった、商品とかね、そういうようなやつのところで起こるやつなんですけど、そういうような時は、発注をかけてもね、すみません、その希望数が全部、注文として受付することができませんってなってしまうんですよね。で、東日本大震災の時も、最近だとコロナの時に似たような状態があったから、コロナが始まった頃ぐらいにね、ロックダウンがどうのこうのってなった頃ぐらいに、ちょっとそのあたりトイレットペーパーとかが切れるってありましたけど、東日本大震災の時の方が深刻だったかなっていう気はします。あの時はもう本当に全然なくてですね、そういう感じで業者の発注も一切もう無理ってなってしまって、とはいえ、店舗は営業してるわけですが、トイレットペーパーがない状態にするわけにもいかないもんで、で、とりあえず、そのトイレットペーパーを探し回って、ダブルしかなかったもんで、ダブルをとりあえず置いてたんですけどね、やはり減り方がね、全然違うわけですよ。特に普段使ってるのはシングルでも、120メートル巻きのやつを使ってたのかな。それくらい差がある。4倍ってなっとったから3,4,120ですよね。だいたいそれくらいのやつを使ってるんですよ。ですからね、重たいですよ、やっぱし。4倍巻きのやつとか、その代わり交換する手間がやっぱ省けるんで、そういった店舗でね、置くにはね、もうそっちの方が俄然いいんですよ。ですので、そういうふうにして置くんですけど、そういうのを置くのはもう、やはりもう、ダントツで、奥がシングルなんですよね。やはりそっちの方のが減りが少ないというのがあるんですよ。ですからダブルだから半分の量しか使わないよっていう人は非常にごく少数、多分いるにはいるんでしょうね。意識の高い人とかでね、ふわふわのね、ダブル出ないとダメよっていう人もいらっしゃいますしね。で、それをね、半分に使ってしか使わないんだから、そうすればね、ちゃんとエコじゃないのっていうね、いうようなね、意識の高い方もいらっしゃるかもしれませんけどね。現実のところですね、これも人にもよりますけどね、こっちを知ってる人なんてね、一人にね、もうガラ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 ピリッぐらい、一回でね、これをもう何回も繰り返すっていう人いますしね、実際トイレ詰まりね、トラブルってあるんですけども、びっくりするくらいトイレットペーパー使ってやるっていうことはね、ちょいちょいあるんですよね。そりゃ詰まるよねっていう。いや、家のトイレやとそんな使っても詰まらんって、そんな、家のトイレでもほんまに使うんかいなって思ってましたけど、実際やはり使う人っていうのはいますね。すごいよ。ガラ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 ってね、いう感じで。うちも大体数ピくらいかな。数ピくらいかな。出方次第ですけどね。これはそこまで大丈夫だろうっていう時はね、数ピぐらいで来ます。今日は
多分ちょっと大荒れの模様やなという時はね、スピぐらいで様子見てみてね、おうっていうね、こととかもあったりしますからね。いやー、ひどいな。寝てくときの話にしては、ひどい気もしますけど、まあいいんじゃないかな、こんなんでもね。まあ、そういうような感じの、ところなんですよね。ですから、やはりね、シングルの方がいいと思うんですけどね。でも、やはりダブルが好きな人が多いのか、ね、どうなんでしょうね。逆にちょっと、調べてみたいですよね。マーケティングの調査で、シングルを多くするっていうのを、してみてね、もしかしたらそれによってね、紙の使用量が減ってね、いわゆるエコロジーにつながるかもしれないじゃないかっていうようなね、論争につなげることもできなくもないわけでございますよね。まあ、ね、ただね、これはこれで、ね、またね、微妙な問題が含んでましてね。じゃあ、トイレットペーパーを、使用量をがね、それでじゃあ、単純にね、全部ダブルを廃止したんでね、半分になりましたよってなったところでね、そのエコにつながるのかどうかっていうと、これまたちょっと、単純な話ではないんですよね。っていうのは、今、日本のトイレットペーパーってだいぶリサイクル率が上がってるんですよね。昔は、リサイクルのね、トイレットペーパーよりもやっぱ新しく、作ったやつの方がいいというのがね、ありましてですね。これはね、いいっていうのは品質的な、要は服のにね、リサイクルのやつやとね、やはりちょっと硬くて無理やわとか、そういうような、ところもあったんでしょうけど、それにね、プラス加味されてですね、リサイクルのやつでやると、工場で生産できる生産量が3分の1になってしまうっていうようなぐらいの、デメリットがあったんですよね。ですから生産効率が3倍、そのパルプ100%、新しい紙の100%で作った方がいいっていうのが実はあったんですよ。これはもうずいぶん昔、私が調査したのが20年前の話なんでね。その時にそういうのが出てました。これどういうことかというとね、工場における生産限界っていうのが、まあ要は限界値っていうのがあるんですけど、これってなんて言ったらいいの、単純に工程の改善云々っていうところを突き詰めていったとしても、一つどうしてもぶち当たる問題があって、排水量なんですって。これ工場の人が教えてくれたんですけど、排水量というのは1工場あたり、何立方メートルまでみたいな決まりがあるんですって。そうすると、当然、水をより使わない方のが、その生産限界を高く設定できるわけなんですね。そこにおけると、新しいパルプを使っているところと、リサイクル用紙だと、断然パルプの方が有利なんですよ。特に日本の場合は、真っ白にないといけないというところがあったりするんで、これ、じゃあ、その、ね、その、水の、漂白精度を下げたら、ね、いけないんですかっていうような質問もしてみたんですけど、やはりそうすると、残るのが結局いろんな色がある中で、一番漂白しにくい色っていうのが赤色なんですって。そうすると赤色が残っていると、血便とかとね、間違えてしまう恐れがあるっていうので、それでちょっと厳しくなるっていうのです。まあ、それもあって、実は赤色の紙コップっていうのが、原則赤い色をなくしていきましょうっていうのがあって、もしかしたら今の若い子は知らないかもしれませんけど、昔コカ・コーラの紙コップのベンダーのやつって今白いじゃないですか。白にちょっとね、青地、青、なんか青ベースのコカ・コーラってやってるじゃないですか。まあ、特に疑問に思うこともないのかもしれませんけど、あえて昔は真っ赤だったんですよ。コカ・コーラの色らしいね、やつに白いコカ・コーラの文字が入ってるっていうのを使ってたんですけど、やはりその赤いやつだと漂白するのにすごくコストがかかってしまうっていうので、それを全部白に変えるっていうだけで、結構ね、それぐらいで変わるのかなって思ったんですけど、結構水の排出量が日当たりでトン何トンっていうレベルで変わってくるらしいです。っていうような、ところがあるよっていうのは聞いたことがあったんで、そういうようなあれがあるんだなと思ってたんですよ。で、それからね、そういった、赤色のね、紙をなるべく減らすとかいうようなのに、そのリサイクル
の率を上げるっていう努力がね、ずっとされてきてたんで、日本ではね、だいぶ再生紙の利用率っていうのは非常に高いんですよ。で、ここにおける大事なのが、リサイクルっていうものの本質を見たときに、そのトイレットペーパー、どっかでもなんかちらっと言ったことあると思うけどな、まあ、誰も、こんなような話をね、どこまで聞いてるのかって話なんですけど、結局そのトイレットペーパーってリサイクルの最終処分場みたいな意味合いがあるんですよね。というのは、そのリサイクル、使用の なくなる最終のところが、トイレットペーパーかティッシュペーパーなんですって。何かっていうと、要はまあ単純にあれですよね、トイレットペーパーをそこからリサイクルは難しいじゃないですか。トイレットペーパーでね、まあ当然トイレットペーパーなんでトイレで使用しました、それをその紙をねリサイクルしましょうっていうと、これはね、まあ普通に考えても嫌だなっていうところがあると思うんですけど、もう一つね、技術的にどうしてもできないところがあるんです。それが紙の密度っていう問題なんですって。で、紙の密度っていうのは、要はリサイクルっていう作業を行うときに、分厚い紙から、紙の密度の濃いものから薄いものに変えるのは、リサイクルとして、非常に可能なんですけど、紙の密度が薄いものを、それを再凝縮して濃くするっていうのはなかなか大変な、作業らしくてですね。で、そこでいくと、紙の密度が、世に存在する紙の中で最も柔らかいのがトイレットペーパーなんですよ。ですから、まあどちらにしろ技術的にはトイレットペーパーを普通の綿棒用紙とかにするのは非常に大変というか、正確に言うと綿棒用紙1、なんだったっけな、はがき1枚の紙の密度でトイレットペーパー半分だったかな、結構な量。結局、はがき、完成はがき、当時は完成と呼んでたんで、まだ校舎とかの時代だった、郵政省の時代だったんでね、今はね、何だっけ、郵便はがきって呼ばないといけないんですけど、その郵便はがきって結構密度が高いんですよね、はがきなんで。で、いうような厚紙とかそういったようなやつっていうのは、実はそのトイレットペーパーぐらいの紙の密度にしようとすると、すごく広い面積が取れるんですって、っていうのもあって、トイレットペーパーっていうのは最終的に、これいわゆる割り箸の理論と結構似てるんですけど、間伐材を使ってねやってる場合には、どちらにしろその余り物で、いやそれでね割り箸をなくしましたって言っても、じゃあそれで今まで間伐材として使ってたやつを他に使い勝手が、ね、あればいいんですけど、結局ないやつを使ってるって、どうなるかって言ったら廃棄するだけになってしまうというんでね、それはそれで問題だって言うんですけど、そんなねところまではね、いやとにかく減らした方がいいっていう、まあ、これはね、その、まあ、単純にバカの意見っていうような見方もできるんですけど、まあで、結局それで浮かせた分ができたとしたら、何か別の用途を考えればいいじゃないかっていうのは、まあ、一理あるっちゃあるんですけど、果たしてその、ね、どっちかというと、それになんとか編み出してきたのか、そっちなんでね。まあ、全体的にその使うね、木の量を減らさないとっていうところとかがあるのはあるんですけど、そのためには、もともとの、本茶で使う木材とか、そっちの方の問題もあるんですけどね。だからそれも減らしたところで、じゃあ価格はどうするのかという問題があったりするんですよね。で、林業をね支えてる人たちのねお給料じゃ半分にすればいいじゃないかって言う人いるんですよ。木を切ったりそういった自然を破壊する行為をやってるんだから、なんだそれで給料をその20万ももらってるのはおかしい、10万円でいいんだとかってね、本当に無責任な人が言いますけどね。そういうようなね、ところとかも結局そこを守ろうとすると、じゃあ単価倍になりますけどいいんですかっていう問題があったりしてね。で、結果的にそれでね、倍になってでも頑張ってやろうってやった結果ね、違法でね、伐採された、熱帯地域とかで伐採されたね、木を使って安いやつの方が結局そっちでないとコストがかかってしまうでって言って、そうしたやつを、使ってしまって、本来の林業の方がね、塞いでしまうっていうね、非常に難しい
ね、問題が出てきちゃうんですよ。国際競争っていうのがあったりするとね。そこのところのガバナンスって、そんな、日本の人が思ってるようなガバナンスの取り方ってやっぱ海外では無理なんですよね。これはね、非常に難しくて、っていうところがあったりするんで、っていうので考えてみてみると、トイレットペーパーの使用量を単純にじゃあ、半分にするということが、直結でそれで、ね、森林伐採の削減につながるのかって言ったら、これはちょっと非常に問題があるところではあるんですけどね。それよりはリサイクル率の、義務化の設定とかね、そういったようなところの方が重要になってくるのかなっていう感じはしますけどね。で、いうところでいくと、ただね、それでも、利用料っていうところで見てみたときに、ダブルとね、シングルっていうのがあって、そのダブルの今の比率、多分ダブルの方が高いと思うんですよね。どうなんだろうな、でも、その業務用で作られてるやつっていうのは結構シングルが大半を占めるから、全体で見てみると半々ぐらいのかもしれませんけど、まあ個人消費の方だけにフォーカスを当てたとしてですよ、まあ今回はね、ちょっとたらればになっちゃいますけど、として、全体でね、ですからドラッグストアとか、スーパーとかでね、売ってるトイレットペーパーを全部でシングルオンリーにしましょうっていう法令を作ってみましたと。で、シングルしかもう売れません。ダブルはダメですよってやってみたら、どれくらい紙のね、消費量が変わってくるのかっていうのはね、ちょっと気になるところでありますけどね。それがどれぐらいまたね、そのショップの売り上げとかメーカーさんの売り上げに影響が与えるのかっていうのもね、ちょっと気になるところでありますけど、でもそういうふうに考えてみると、シングルを増やした方が、結局自分はね、シングルを使った方とかお得になるんじゃないかなというね、お財布面で見た時もね、思うんで、まあ、シングルを使いますよっていう話ですね。どうでしょうね。まあ、ボソボソとシングルを使う理由について喋ってみましたけど、まあ、ダブルもね、まあまあ、確かに、高級なやつとかはね、たまにですから、普段家で使うのはシングルですし、なんですけど、たまにね、お借りしたトイレとかでね、すごく立派なダブルの、ちょっとピンクのやつとかがね、あるじゃないですか。ああいうようなやつとかを使うとはすげえな、ファッファやなと思いながらね、使ったりもしますけどね。まあ、皆さんおすすめね、お気に入りの、やつとかあるのかな。私はやはり、特売で安いやつ優先ですね。で、買ってるんで。あと結構ペンキのね、150メートル巻きっていうすっごい長いやつがあるんですよ。あれね、一人暮らしだとね、まあ私一人暮らしの割には多分、普段からちょっとお腹がね、ギュルギュルな人なんで、よく使う方だとは思うんですけど、でもね、やはり持ち帰りでね、交換する手間がね、省けるというのはね、一人暮らしであってもね、まあ普通の人の、ね、家庭の方のが当然、交換するというかっていうのは大変になってくるんでしょうけど、少ないにね、越したことはないですからね。で、結構よく使いますね。ペンギンさんのマークの緑色のやつですね。どうなんだろう。でも、ネピアとか、あたりね、王子製紙とか大王製紙が作ってるようなやつだと、多分全国で回ってね、あるんでしょうけど、ああいったような、ペンギンとかになってくると、もしかしたら、こっちの地域オンリーだったりするのかな。言うて、デリバリーのね、ところから見ても、まあね、トップバリューとかプライベートブランドのやつは、全国ね、発送があるとしても、ね、地元の、結構見てると、地元の、静岡が多いかな、この辺りだと。新富士のね、ところがやはり多いですかね。うちがその工場見学で、リサイクルの、研究の論文書くのにね、見学させてもらったところも、新富士の、富士宮市か、のところでしたもんね。っていうの、今なんとかもありますからね。
それで1時間分ぐらいにはなったのかな。今後もね、またぼちぼちとこんな感じでどうでもいい、なんて言ったらいいのかな、テーマというかな、で、独り言的にね、こう喋ったのをね、また開けていきたいなとも思っておりますんでね、またね、よかったらね、こういったのもね、いいなと思っていただける方がいらっしゃいましたので、まあ、チャンネル登録、高評価とね、アラート設定とか、していただけるとありがたいかなと思います。ということでね、まあ、とりあえず私はこんな感じでシングルをしてみますということです。あとね、いろんなね、コメントね、いただけたら嬉しいなと思います。やっぱしダブルはこういうメリットがあるっていうのとかもね、ちょっといろいろと思いつく方、どんどんとコメントでいただけたらいいんじゃないかなと思いますけど、一番の目的は安眠なんでね、多分ここが流れてる頃には、すやすやと眠っていただけている状況が一番いいかなとも思ったりしますけどね。そういうことでね、この動画はね、これくらいで締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また新しいネタは一応考えてはあるんでね、ぼちぼちとやっていきたいと思います。